でも結構言われちゃうんだよ。ここで待ってやる。頑張ろう。福島県双葉郡浪江町から来た。でも出てくるよ、本当にダメだよ、ここ座り込みを大勢でやめとこう。国会議事堂周辺を抗議の運転移しそう。どうかよろしく明日からお願いいたします。いよいよ明日からは1週間の大きな戦いの横浜やってこようとしております。力を結集して安倍政治のアンダーコントロールに負けない国民の実力、今こそ示そうではありませんか。でも出ます、でも出ます。道開けてダメで、道開けて。戦闘法案絶対廃案にしていきましょう。お願いします。戦闘法案絶対反対。
それでは請願デモ参加お疲れ様です。またシックレスコールを開始していきますので、立ち止まらず聞きながらよろしくお願いしたいと思います。シックレスコール、戦争法案絶対反対、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権は今すぐ退任せよ、野党は団結して頑張れ、国際内外力を合わせて戦おう、我々は最後まで戦うぞ、安倍政権の暴走を止めよう、安倍政権の暴走を止めよう、
じゃマジで。安倍政権の暴走止めよ。安倍政権の暴走止めよ。強行採決絶対反対。強行採決絶対反対。宗教を壊すな。憲法を守ろう。宗教を壊すな。憲法を守ろう。安倍政権の暴走を止めよ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 う。強行採決絶対反対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 。憲法法制絶対反対。戦争法制絶対反対。戦争法制絶対反対。戦争法制絶対反対。宗教壊すな。宗教壊すな。宗教壊すな。憲法を守ろう。憲法を守ろう。強行採決絶対反対。解散戦はこの先となっております。